皆さんこんばんは、ドナノソキ u k u の o ニョンゴノニシデ、ウサイマスでございます。ファンメンチンシュソワ、ロクアチュ、トーカ、ニセンサンジュネンマデノ、ビゾーンオヨビ、ニセンニユニネンカラ、ニセンニユゴネンマデノ、コッカ、デジタル、変革プブロザクト、第六号にザクタチ人ジンコ、データ、デンリ識クニ、シキペチュ、オヨビ、ニンショノ、アプリケソンオ、 開発するブロザクトの発行におけるボトルレルネックドの改装に向けた一年たかるを次回準備会議に出張議長として出席しました。 最近、人口データや国民識別中、電子識別中からの多くのユーリティが適用されており、人々と社会はますます恩恵を受けています。ただし、ブロザクド第6号の思考過程では、合法性、テクノロジー、インフラストラクチャ、データ、セキュリティ、プライバシーの導入リソースなど、引き続き解決する必要がある一中のボトルネック問題がまだ残っています。回避で 陳州省は責任や率先力、所要性、自信、確信の精神を維持し続けるよう求め、できないとか難しいとかは言わない、イエスと言ったのい、執行しないことをやめて、言われたことを実行し、言った横は実行すること、実行する結果が出るという決意を。 促進しやると言った以上しなければならない一つのことを実行することに集中するブロザクと第6号の思考におけるボトルネックと問題を完全に解決するためには、字の特定の助かりが必要です。現在までにベトナムは17件の自由貿易協定を提出してしていまし。今日

運転ですただしこれは市場に参入するためのバスに過ぎず効果的に活用できるかできないかは企業の能力と地元の支援によって決まりますベトナムは FTI 市場開放を進めていますがその実施と活用は別の問題です。小業商によれば地元の解決策の大部分は まだ宣伝や初期のサポートに焦点を当てています。FTA 加盟国への輸出出率ルはいくつかの地域ではまだ10%未満です。西の最初の3から4年後、ベトナムの船員は厳格で大規模な市場を征服してきました。しかし、ブランドの位置づけを確立し、長期的な成功を達成するには、 中速企業の大部分が依然として各国固定や原材料の輸出に従事している中でさらに迅速価値力強い変革が必要です。輸出活動に関連して今年の上半期の農林水産費の輸出総額は240億ドル以上となり前年度比21%増加しました。 ベトナムの主要な輸出中品目である米国、果物、コーヒーなどの多くが前年度期比で高い成績を収めました。特筆すべきは木材と木製品の輸出が過去5ヶ月で約60億ドルに達し、前年度期比23.4%増加したことです。6月10日 ベトナム国立中銀行総産は銀次金の販売価格を1テルあたり7598万ドンにすることを発表しました。10日の金地金の販売価格は前回、セソン同様で4大国営銀行と金地金最大手最後に移り、日直接 金,地金を販売した実施初日より1テルあたり300万ドーン減少しました経済専門家らによりますとここ11日ロコが金地金を直接販売した後 SGC の金地金価格が継続的に下落したことで国内の国際的な金価格の 差が妥当な水準の観察されているものと考えられるということです。ロコは市場を安定さえ国内と世界の金価格差を適切な水準に制御するのに十分な資源と決議を持っていると断言しました。人々は警戒し悪意のある人々に騙されたり利用されたり、信頼度注意が必要があるということです。 ラム・エマニュエル中に日米国大使は昨日日本の貿易産業を空気を落ちせている欧州とアジアの戦略の適議長に総理するために米国は日本の協力が必要があると強調しましたエマニュエル大使は 報道陣に対し、我が国の国家安全保障、戦略では、大規模な戦闘をウクライナと両国を巻き込んだ進行中の別の戦争で、多くの状況に同時に対処できることが求められていると述べました。中東地域における抑止力の維持だけでなく、この地域における抑止力の維持も、 重症である投資、日米間のその他の潜在的な協力には国旗機能、修理、ミサイルの生産、軍事、サプライチェーンの回復力などが含まれると述べました。投資の発言は日米が軍産協力に関する構想を開始する背景に出されました。 シンガポールのファンタンタン州相は、6月11日、ブルネイとマレーシアの訪問を始めてしました。5月15日の訪問州相祭の公式訪問を始めてとなります。ブルネイとマレーシアへの訪問により、シンガポール首相就任後の東南ジア諸国訪問への扉が開かれたと、 考えられます。今朝ブルネイでファントン大使はブルネオオシッチのメンバーブルネオ国王王妃皇太子の面会主催奥の閣僚とも会談する予定です。ファン氏が最後にブルネイをオ,オシッチと会ったのは副首相在位中の昨年12 月中でした。ブルネイに位置ってファントンタン首相はアンガール・イブラヒム首相の招きにマレーシアを訪問しましたロシアはここでアンガール首相と会談し他の指導者とも会談する予定ですご清聴ありがとうございました。